はい、じゃあ続けていきましょう。このタイミングかな。いけた。次はこいつを動かして。関係ないのかな。危ない。間違えて投げちゃった。やばい。よし、行け。OK。こいつも揺らして。次だ。OK。OK。次はドアがアンロックされてるのかな。がアンロックされるはずなんだよ。よし、回復。なるほどね。ゴールドリワード関係なかったね、ここは。テスラエネルギーを入れるためのものだったんだ、ここには。なるほどね。お、開いた。ドアが開いたぞ。あと変わったことはね、あるか、なんか。特にないな、変わってることは。よし、ゴールドリワードどこだい。やばい。オッケー。お、なんだ、アーサー王の盾かな、もしかして。これはイングランドの十字軍か。 10th or 11th century. Probably recovered with the piece we're looking for. 11th century. 11th century. 十字軍のものなんですかね。わかんないですけど。Have a good look and see what you can make of it. What do you think it's for? Maybe our knight needed help finding his way home. Or perhaps this piece wasn't all he had. You think he stashed more of the sword somewhere? Possibly, but the map is useless without a reference point. 盾をゲットね。よし、ここからゴールドリワードへの道はあるのでしょうか。機械の音がうるさいな。ここ手術してたのかな、ここで。なんかキャプテンアメリカみたいな感じ、わかんないけど。秘密の手術をしてたのかな、わかんないけど。特にここの部屋なかったね、何も。とりあえず行きますか。OK。敵か?出てきたぞ、敵が。お、今度は使えるか。これどうやって使うの、これ。メタルオブジェクト。なるほど、分かったぞ。これで吸い上げて、これね、マグニートの力か。マグニート、下に行くから意味ないね。上に投げればいいのかな。あー、もったいない、無駄遣いしちゃった。もうない。ないぞ、もう。マグニートだな、これ。マグニート。あ、そういうことね。戻ってこい、あれ。で、バーニングアタック。OK。面白いね、これ。マグニートモードじゃん、これ。よし。バーニングアタック。
っしゃ。ほうほうほう。あー、これも動くんだ。なるほど。よし、じゃあそこに置いといて、こっち戻っても意味ないよね。さっき来た場所だもんね。で、あれを足場として使って、そうだ。よし、オッケー。ゴールドリワード。ここの先にあるのか、それともここの部屋にあるのか。行こうか、じゃあ。よし、オッケー。え？ダニ？これ破壊するのかな？あ、普通に破壊するのか、これは。オッケー。今のところゴールドリワードはないです。ゴールドリワードありそうな場所はないです。危ない。オッケー。 That's life. That's life. やつは生きてる。それは生きてるぞって。電気が発生してるって。よし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 、オッケー。危ない。で、で、それで、お、二手に分かれてるのか。こっちは行けないようになっている。行けないと見せかけて行けないね。行けないけど行けないね。ここはこれ行くとボスじゃね。一旦切ります、ちょっと。ということで、続けていきたいと思いますが、ゴールドリワードはボスの直前にあるという説をね、確かめるために一回ボス戦まで入って行ったんですけど、ボス戦入っちゃうとやっぱりあのもう歩けなくなっちゃうから、でいろいろ探してたんですよ。これそれでね、分かったことがあって、これで引っ張れるんですよね、物を。そしたらこれね、これあるじゃないですか、この箱。この箱を、ここの上に置いて、ここの上に行けるんじゃないかな。ここにも箱がついてたんですよ。ここの空洞になってるんですけど、今。この黄色い箱がついてたんですよ。それ全部取ったら、行けるんじゃないかなって思って、行ってみたら、今捕まれたんですよね。ここのところに捕まることができたんです。ってことは、この上にも行けると。よし、今回初めて行きました、ここの上は。お、ゴールドリワードあるな、絶対こんな場所に行けるというわけで、この上は行けないからここに下がって、どうするんだろう、この後。ここら辺にあるんだよね、おそらく。だってここ、ああ見えた。なんか光ってるぞ、あそこに。光ってるものがある、あそこに。あっちまでどうやって行くんだろう。なんかね、3時間ぐらいすごい考えてたんですけど、なんかあれですよ、あれ。ちょっと待ってくださいね。なんかあそこだけパイプが青いじゃないですか。あそこに捕まっていくのかなって思って、
テスラのマシーンで箱積み重ねて移動したりしてたんですけど、移動させると箱が崩れてダメになっちゃうし、しかもものすごく難しすぎて、あそこまで箱重ねるの大変だなって思って、でまあゴンドラ今乗ってるやつなんですけど、あ違うか、これか、これですね、これ、これをもうちょっと右の方に移動させられないかなと思ってやってみたらね、行けたんですよね。こっからずっと右の方にまで行けて、なんか超あっさりあっさりでした。なんでこんなことに悩んでたんだろうっていうね。超簡単でしたね、このゴールドリワード。やったー、やっとゲットした。3時間ぐらいね奮闘してたんですけど、もういろいろ試しましたよ、もう本当に。ほらここに重なってますでしょ。もうテスラの機械でね引き寄せて発射して、ここに頑張って乗せて見たんですよ。それでこれをちょっとずつねゆっくりと運んでって、こうやって運んでって、でこうやって登っていこうかなって思ったんですけど、この3個なんとか3個乗せられたんですけど、まあ、あそこの青いパイプには届かないわけですよ、これだけじゃ。なのでゴンドラ動かしてみたらなんとかいけましたね。なんで3時間も悩んでたんだろうっていうね、あっさり、超あっさりでした。それではボス戦に行きます。